このチャンネルは JLPT N5 を勉強しているあなたのためのチャンネルです。この女の子と一緒に最後まで聞いてくださいね。ただいま。あ、お父さん、おかえりなさい。ただいま。あ、お父さん、おかえりなさい。ただいま。あ、お父さん、おかえりなさい。Hi. Hi, Dad. ただいま。あ、お父さん、おかえりなさい。お父さん、聞いてよ。お母さんがね。あ、うん。ちょっと待って。先にシャワーを浴びるから。お父さん、聞いてよ。お母さんがね。うん。ちょっと待って。先にシャワーを浴びるから。お父さん、聞いてよ。お母さんがね。うん。ちょっと。待って、先にシャワーを浴びるから。Dad, listen, Mom said. Yeah, hold on a second. I'm going to take a shower first. お父さん聞いてよ、お母さんがね。うん、ちょっと待って、先にシャワーを浴びるから。お母さんがまた僕のことよっちゃんって呼んだ。お母さんがまた僕のことよっちゃんって呼んだ。お母さんがまた僕のことよっちゃんって呼んだ。Mom called me よっちゃん again. お母さんがまた僕のことよっちゃんって呼んだ。僕はもう10歳だよ。お願いだからヨータって呼んで。僕はもう10歳だよ。お願いだからヨータって呼んで。僕はもう10歳だよ。お願いだからヨータって呼んで。I'm already 10 years old.Please call me Yota. 僕はもう10歳だよ。お願いだから、ヨータって呼んで。そうだよね。ヨータは男だから、ヨッちゃんはちょっと変だよ。ヨウくんはどう？そうだよね。ヨータは男だから、ヨッちゃんはちょっと変だよ。ヨウくんはどう？そうだよね。ヨータは男だから、よっちゃんはちょっと変だよ。ヨウくんはどう？ You're right. Yota is a guy. Yo-chan is a little strange. How about ヨウくん？ そうだよね。ヨータは男だから、よっちゃんはちょっと変だよ。ヨウくんはどう？ヨウくんも嫌だ。名前で呼んでよ。ヨウくんも嫌だ。名前で呼んでよ。ヨウくんも嫌だ。名前で呼んでよ。I don't like ヨウくん either. Call me by my name.ヨウくんも嫌だ。名前で呼んでよ。うん、僕もそれがいいと思う。頼むよ、ママ。うん、僕もそれがいいと思う。頼むよ、ママ。うん、僕もそれがいいと思う。頼むよ、ママ。I think it's a good idea. Do him a favor, Mama. うん、僕もそれがいいと思う。
頼むよママ。お父さんもお母さんのことママって言わないで。お父さんもお母さんのことママって言わないで。お父さんもお母さんのことママって言わないで。Dad, don't call mom mama either. お父さんもお母さんのことママって言わないで。あ、ごめん、そうだったね。ヨータのお母さん、お願いします。あ、ごめん、そうだったね。ヨータのお母さん、お願いします。あ、ごめん、そうだったね。ヨータのお母さん、お願いします。Oh, sorry, that's right. Yota's mother.Please. あ、ごめん、そうだったね。ヨータのお母さん、お願いします。わかりました。ヨータって呼びますね、よっちゃん。わかりました。ヨータって呼びますね、よっちゃん。わかりました。ヨータって呼びますね、よっちゃん。 I understand. I'll call you Yota, よっちゃん。わかりました。ヨータって呼びますね、よっちゃん。もうやだ。あ、お姉ちゃん、おかえり。もうやだ。あ、お姉ちゃん、おかえり。もう嫌だ。あ、お姉ちゃん、おかえり。Oh no. Ah, hi sis. もう嫌だ。あ、お姉ちゃん、おかえり。ただいま。どうしたの？ヨータの声が外まで聞こえたよ。ただいま。どうしたの？ヨータの声が外まで聞こえたよ。ただいま。どうしたの？ヨータの声が外まで聞こえたよ。Hi, what's wrong? I heard Yoda's voice outside. ただいま。どうしたの？ヨータの声が外まで聞こえたよ。あ、あゆみちゃん、おかえり。すぐご飯だから手を洗ってきてね。あ、あゆみちゃん、おかえり。すぐご飯だから手を洗ってきてね。あ、あゆみちゃん、おかえり。すぐご飯だから手を洗ってきてね。Oh, hi, Amy. You'll be eating soon, so go wash your hands. あ、あゆみちゃん、おかえり。すぐご飯だから手を洗ってきてね。ご飯何？お弁当が少なかったからすごくお腹が空いた。ご飯何？お弁当が少なかったからすごくお腹が空いた。ご飯何？お弁当が少なかったからすごくお腹が空いた。 What's for dinner? 弁当 was small, so I'm very hungry. ご飯何？お弁当が少なかったからすごくお腹が空いた。今日は唐揚げです。早く食べたい人は手伝ってください。今日は唐揚げです。早く食べたい人は手伝ってください。今日は唐揚げです。早く食べたい人は
手伝ってください。Dinner is karaage. If you want to eat quickly, please help me. 今日は唐揚げです。早く食べたい人は手伝ってください。うわ、僕食べ物の中で唐揚げが一番好き。世界で一番好き。うわ、僕食べ物の中で唐揚げが一番好き。世界で一番好き。うわ、僕食べ物の中で唐揚げが一番好き。世界で一番好き。Wow, I love karaage the best among all foods. I love karaage the most in the world. うわ、僕食べ物の中で唐揚げが一番好き。世界で一番好き。20個作ったから1人5個まで食べてもいいです。20個作ったから1人5個まで食べてもいいです。20個作ったから1人5個まで食べてもいいです。I made 20 pieces.And each person can eat up to 5. 20個作ったから1人5個まで食べてもいいです。僕のお皿に大きい唐揚げをたくさん入れて。僕のお皿に大きい唐揚げをたくさん入れて。僕のお皿に大きい唐揚げをたくさん入れて。Put a lot of big 唐揚げ in my plate. 僕のお皿に大きい唐揚げをたくさん入れて。誰か僕に唐揚げを一つください。誰か僕に唐揚げを一つください。誰か僕に唐揚げを一つください。Someone please give me one 唐揚げ。誰か僕に唐揚げを一つください。このお菓子、隣に引っ越してきた人にもらったの。このお菓子、隣に引っ越してきた人にもらったの。このお菓子、隣に引っ越してきた人にもらったの。These sweets were given to us by the person who moved in next door. このお菓子、隣に引っ越してきた人にもらったの。お姉ちゃん、後でそのお菓子1個あげるから、唐揚げ1個ちょうだい。お姉ちゃん、後でそのお菓子一個あげるから、唐揚げ一個ちょうだい。お姉ちゃん、後でそのお菓子一個あげるから、唐揚げ一個ちょうだい。Sis, I'll give you a sweet later and you give me one piece of 唐揚げ。お姉ちゃん、後でそのお菓子一個あげるから、唐揚げ一個ちょうだい。インドネシア人の奥さんとアメリカ人のご主人、それから男の子が一人の三人家族ですって。インドネシア人の奥さんとアメリカ人のご主人、それから男の子が一人の三人家族ですって。インドネシア人の奥さんとアメリカ人のご主人、それから男の子が一人の三人
家族ですって。They are a family of three, an Indonesian wife, an American husband and boy. インドネシア人の奥さんとアメリカ人のご主人、それから男の子が一人の三人家族ですって。私今朝隣の人に挨拶したよ。背が高かった。私今朝隣の人に挨拶したよ。背が高かった。私今朝隣の人に挨拶したよ。背が高かった。I said hello to the guy next door this morning. He was tall. 私今朝隣の人に挨拶したよ。背が高かった。お姉ちゃん、どうして僕の唐揚げ取るの？お菓子あげないからね。お姉ちゃん、どうして僕の唐揚げ取るの？お菓子あげないからね。お姉ちゃん、どうして僕の唐揚げ取るの？お菓子あげないからね。Sis, why are you taking my 唐揚げ？ I won't give you sweets. お姉ちゃん、どうして僕の唐揚げ取るの？お菓子あげないからね。ビールをもう一本飲みたいな。唐揚げにはビールが合うからね。ビールをもう一本飲みたいな。唐揚げにはビールが合うからね。ビールをもう一本飲みたいな。唐揚げにはビールが合うからね。I'd like another beer. Beer goes well with 唐揚げ。ビールをもう一本飲みたいな。唐揚げにはビールが合うからね。ただいま。あ、お父さん、お帰りなさい。お父さん、聞いてよ。お母さんがね。あ、うん。ちょっと待って。先にシャワーを浴びるから。お母さんがまた僕のことよっちゃんって呼んだ。僕はもう10歳だよ。お願いだからヨータって呼んで。そうだよね。ヨータは男だからヨッちゃんはちょっと変だよ。ヨウくんはどう？ヨウくんも嫌だ。名前で呼んでよ。うん、僕もそれがいいと思う。頼むよママ。お父さんもお母さんのことママって言わないで。あ、ごめん、そうだったね。ヨータのお母さん、お願いします。わかりました。ヨータって呼びますね、ヨッちゃん。もう嫌だ。あ、お姉ちゃんお帰り。ただいま。どうしたの？ヨータの声が外まで聞こえたよ。あ、あゆみちゃんお帰り。すぐご飯だから手を洗ってきてね。ご飯何？お弁当が少なかったからすごくお腹が空いた。今日は唐揚げです。早く食べたい人は手伝ってください。うわ、僕食べ物の中で唐揚げが一番好き。世界で一番好き。20個作ったから1人5個まで食べてもいいです。僕のお皿に大きい唐揚げをたくさん入れて。誰か僕に唐揚げを一つください。このお菓子、隣に引っ越してきた人にもらったの。お姉ちゃん、後でそのお菓子一個あげるから、唐揚げ一個ちょうだい。インドネシア人の奥さんとアメリカ人のご主人、それから男の子が一人の三人家族ですって。私、今朝隣の人に挨拶したよ。背が高かった。お姉ちゃん、どうして僕の唐揚げ取るの？お菓子あげないからね。ビールをもう一本飲みたいな。唐揚げにはビールが合うからね。山田さんの家の
晩ご飯いかがでしたか？チャンネルページにクイズがあります。見に来てくださいね。また次のビデオでお会いしましょう。それではまた。